で今までない雲の表現をどうしていこうかの前に、雲を使った遊びっていうのはどうなるんだろうっていうのを実は試しで作っていたんですよね。で前作のエスコマとアサルトホライゾンのシステムをそのまままずは流用して、ただの丸の雲をボコ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 空に置いてみたんですよ。でそれで実際じゃあ飛んでみようってなった時にものすごい興奮したんですよね。なんて面白そうなんだこれはと思って、通り過ぎる雲が見えたりとか雲の間を突き抜けていったりとか、本当に今までにない体験がこれはできるっていうのを確信したところですね。そうですね、今回エースコンバットシリーズとしては初めてアンリアルエンジン4をベースに使って、作られています。ただしその雲の表現に関してはトゥルースカイっていうミドルウェアをうちの開発スタッフが相当大きなカスタマイズをして組み込んでいます。なのでまあアンリアルエンジンとトゥルースカイを使ってるんですけど、まあ、エースコンバットのためにワンオフで今回、まあ、エースコンバット7の、コアになっている、アイデアとして、雲の存在があります。で雲を、いかに、ゲームの中で、面白くそうした見た目も、素晴らしく、見せるか、これが、今作の最も中心になる、仕事です。雲の中に入ると当然視界は悪くなるし、雲によっては気流が激しかったりとか中が嵐だったりっていう危険な場合もあるので、必ずしも雲に飛び込むのが良いこととは限らない。その辺の判断がストラテジーとなって、まあ、新しい遊びの要素になっています。ただそれ自体も決してやらせるではなくて、その先ほど話したコンセプトですよね、自由にできる戦術の中の一つというか、そういった形でプレイヤーが選択できたりとか、そういった形が重要だとは考えていて、コンセプトの上にその部分の部分が、より良い形で追加されることが理想だとは考えています。